西オーストラリア州陽金にあるマズバズの店舗2012年7月撮影マズバズはオーストラリア資本が所有して運営している西オーストラリア州パースを中心に展開しているドライブスルー方式のコーヒー店のフランチャイズチェーン2001年にパース大都市圏の郊外地区の一つであるベルモントで創業したマズバズはその後急速に成長した カーボンコピーのように同じフライチャイズ店を展開するモデルにより、マズバズの店舗はパウス大都市圏内で35店舗、ビクトリア州20店舗、クイーンズランド州に2店舗、南オーストラリア州に2店舗、さらにニュージーランドに2店舗がある。マズバズはオーストラリアでプレミアムコーヒーへの志向が高まったことを受けて創業したが、創業当時はパウス大都市圏内で ドライブスルー方式でプレミアムコーヒーを出す店はほとんどなかった。フランチャイズによる出店は2004年から始まり、一つ一つの店舗はオリジナルの店舗のデザインや雰囲気によく似るように作られている。フランチャイズの最初の店舗はモスマンパークにウォーレン・レイノルズによって出店され、以降レイノルズはパース大都市圏でフランチャイズ店の急拡大を実現した。 得意な店舗デザインは、特大のコーヒーカップを思われるような形状と、会社のカラーである白、緑、紫の色の組み合わせで飾られている。西オーストラリア州の外への進出は2006年から始まり、ニューサウスウェールズ州、南オーストラリア州、クイーンズランド州、ビクトリア州への進出が検討された。2014年2月現在、バズマズはオーストラリアの4つの州で、 56点のドライブスルー方式の店舗を運営している。オーストラリア国外のフランチャイズ圏は、旧東側ブロックについてはベラルーシに売却されているほか、トルコと中東、南アフリカ、ニュージーランド、イギリス、シンガポールが売却されており、将来の北アメリカ進出についても交渉が続けられている。さらに、レイノルズがインタビューで語っている内容によれば、 中国からも商談の打診を受けているという。まずまずはオーストラリアフランチャイズ評議会の一員であり、2012年には調査会社1 0ウザンドヒートによる独自の調査に基づいてオーストラリアでトップ10に入るフランチャイザーと評価された。店舗によって商品の値付けに多少の違いはあるが、各店舗が提供するメニューは店舗間で大きく違わず、 容易に再現できるものとなっている。温かい飲み物の容器の大きさの表現は、ショートトールグランでザリアリービッグワンとなっている。冷たい飲み物はトールかグランデの大きさで提供される。コーヒーは引き立てのコーヒー豆で入れている。この他にも様々な飲み物や食べ物が提供されている。運転中の飲みやすさを考慮し、温かい飲み物についても、 ストロー付きで提供することになっている。埼玉県のショッピングモール、イオンレイクタウン内にある、マ、ま、ズバズの日本1号店。2015年9月撮影。鳥取県鳥取市、吉成、マ、ま、ズバズの日本ドライブスルー1号店日本では、千葉市に本社を組むスバズジャパン CO、リミテッドが、2015年から出店を始めている。日本第一号店は、2015年3月20日に、 埼玉県越谷市のショッピングモールイオンレイクタウン内に出店したが、これは屋内の店舗であり、ドライブスルー型ではない。メニューにはオーストラリアにはないホットドッグ、ソーセージシズルなども採用されている。マ、ま、ズバズの本来の形態であるロードサイドのドライブスルー方式の店舗については、2015年秋に鳥取砂丘前に出店するという計画が表明されていたが、 この計画は難航し、結局、2015年12月19日に、鳥取市、吉成の国道53号沿いに、ドライブスルー型1号店が開店した。日本における、最初のフランチャイズ店舗である大阪海図家店は2016年3月12日に、オープンした。日本国内については、今後10年間で300店舗を目標にしていたが、2016年末、埼玉店、 大阪店と閉店が相次ぎ残った鳥取県内でも原材料の輸入待ちを理由に急転としていたが2017年3月現在は全店舗閉店し日本語版公式サイトは閉鎖されている。なお公式に撤退のアナウンスはされていない。ありがとうございます。